そりゃそうだ。はい、ホームルームを始めますから席についてくださいね。どっちでもいいだろう。皆さんご存知かと思いますが、明日は身体測定です。私はあんまり好きじゃないんですけど。女の子は朝食を抜いたりしちゃダメですよ。健康が一番なんですからね。俺も掃除が終わったら行くよ。
お待たせ。何の話してたんだ？杏仁豆腐の話。そりゃまたピンポイントだな。不思議な規則だ。あ、そうそう、さっき結衣先生に会ったんだけど、もう少し真面目に活動しろってさ。もっともな話だしな。どうする？去年は何ともならなかったし。まだ4月だし、焦ることもないか。明日祭って何月？出したら結衣先生なんかびっくりして何も言えなくなるだろうな。真面目だもんね。そろそろお開きにしよっか。そうだね、暗くなってきたし。あのさ、夕食の買い出し頼める？私、8時半くらいまでかかるからさ。これくらいの分担は当たり前よね。うっさい。はい、片付けるよ。まつりちゃん、頑張ってね。はい、ありがとうございます。何言ってんの、子供じゃないんだから。ほら、帰った帰った。こっちが恥ずかしくなってくる。どうって普通にだよ。羨ましい。本当は可愛くて仕方ないくせに。まだ残ってるんだ。へえ、すごいな。
園芸部一人なんだろ。そりゃ大変だ。園芸部って花壇の整備とかも任されてるんだ。人が減った分仕事も減らしますってわけにはいかないだろうし。それじゃあ俺は帰るよ。用事あるし。私もそうする。
ことないですよ。祭りは気を使う方ですし。しに